はい、こんにちは。今日はですね、こちらキーボードの中にね、このマイクのマークっていうのがあると思うんですけど、これはね、音声入力のマークなんですよね。で、この音声入力で、テキストに入力できる機能なんですけども、こちらね、私ちょこちょこ使ってまして、まあこの辺の機能についてちょっと説明の方をしていきたいと思います。それでは実際にやっていきたいと思います。この音声入力の精度の高さはこの動画を見ていただいてもわかるかと思います。丸。ここまで1文字も誤字がなく変換できていることが驚きと思っていた矢先に誤字が時間になってしまいました。丸。あれ、これ変わりましたよね。停止したらね、変わったんですよね。そう、このようにさっき時間の誤字に間違ってたやつが誤りの字の誤字に変えてくれてるんですよね。結構すごいですね、これ。ところがこのように入力中に間違いだった文字が予測変換によって正しく訂正されているではありませんか。丸。多少ね、噛んでもね、大丈夫なんですよね。で、次は同音異義語ですね。ちょっとこれ難易度高いです。橋を2本渡ります。丸。橋を2本持ちます。丸。で、この辺はね、やっぱりちょっと難易度が高くてうまく変換できなかったです。で、次はね、四字熟語をちょっと入れてみたいと思います。魑魅魍魎開業心象膨大開業五越同州。これうまくいきましたね。それでね、設定なんですけど、まあ、基本的にね、デフォルトでオンになってるようですけども、設定の一般からキーボード、こちらの音声入力がオンになってるかどうかを確認してください。で、なんかちょっと前だと Siri もオンにしなきゃいけないっていう、世代の iOS もあったみたいですけど、今はね、別に Siri オフにしてても音声入力はできるようです。で、設定やっててね、気づいたのが、こうちょっとね、プライバシーについてっていうのがありまして、まあ、要するにね、この変換についてなんかはデータの蓄積をしていきたいようなんで、まあ、Apple にね、こう送信されるみたいなんですよね。それで、まあ、あの位置情報サービスなんかもオンにしてると、まあ、送信されるようなことが書いていますんで、まあ、その辺の、まあ、Apple の情報収集に、まあ、同意した上で使用してくださいみたいなことが書いてありました。まあ、そんなんでね、まあ、多少はしょうがないんですけど、どうかなっていう部分もありますけど。で、まあ、iPhone のね、音声入力はね、かなりこれ精度がね、高いんですよね。で、多分ね、 iOS8 ぐらいから高くなった感じがしますよね。で、予測変換もしてくれるんで、まあ、文脈からね、判断をねしてくれるわけですね。それで、まあ、私の場合は大体、まあ、メールとかブログメモなどのね、まあ、文章の下書きにね、結構重宝してる感じですね。それで、まあ、最後設定の方は、繰り返しますと、設定一般キーボードから音声入力オンですね。まあ、これはおそらくデフォルトになってるんで、やらなくても大丈夫な人の方が多いと思います。
ということで今日は平日なので小ネタでしたけども、この辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方よろしくお願いします。